立川駅は東京都立川市明保野町2丁目にある東日本旅客鉄道の駅である。立川市における中心駅であり、かつ人口400万人を誇る多摩地域最大級のターミナル駅である。海事、あずさ、富士海流や八、王子、大梅などの特急列車も停車する。当駅周辺は北口を中心に首都圏有数の規模の繁華街が広がっている。 南口には飲食店が集積しており、歓楽街のような雰囲気を持つ。東駅北側の立川飛行場の跡地再開発や、多摩都市モノレール線の開業により、駅周辺はもともと、多摩地域の中心都市であった八王子をしのぐ、商業集積地へと発展した。それに伴い利用者数も増加を続け、多摩地域においては、JR の駅の中では最も利用者数が多い。 JR 東日本の中央本線、青梅線、南部線の3路線が乗り入れている。このうち、中央本線は当駅の所属線であり、当駅を含む区間は、運行系統上は中央線と案内される。また、大月、甲府方面へ向かう、中距離列車の運転区間の東端となっている。青梅線は一部電車が、中央線新宿。 東京方面への直通運転が行われているほか、大梅線拝島駅から分岐する五日市線の一部、電車も当駅まで乗り入れる。また、中央本線国立駅から、武蔵野線へ直通する武蔵野号も乗り入れている。当駅には中央線、大梅線に JC19、南部線に JN26 の駅番号が設定されている。 JR 以外の路線への乗り換えとして、東駅西側を、多摩都市モノレール線が縦断しており、立川北駅及び立川南駅と接続している。立川駅周辺の空中写真国土交通省国土、地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成しましホーム4面8線及び、貨物線、留置線、引上げ線4線を有する地上駅。 中央線は二面四線であり、大梅線直通列車とでは、同一ホームで乗り換えが可能である。2008年3月15日ダイヤ改正で、スーパー、あずさの一部列車と同一車両で運行する、中央ライナーが停車するようになったため、中央線上下本線の3.6番線ホームの有効長は12両編成分となった。他のホームは、 青梅線用の1.2番線が10両編成分、中央線対比線の4.5番線が11両編成分、南部線用のホームが6両編成分である。JR 中央線と青梅線あたり駅青梅機関は、2020年代前半を、めどに、オレンジ帯の電車に2階建てグリーン車を2両、連結させ12両編成運転を行う。 そのためオレンジ帯の電車が停車する1.24.5番線は、ホームの12両編成対応改築工事や、信号設備改良、構内配線の一部変更などが実施される。直営駅であり、管理駅として、中央線の国立駅、大梅線の西立川駅及び南部線の西国立駅を管理している。スーパー、あずさの一部が2008年3月15日から、 あずサと開示全列車が2005年12月10日から停車するようになった。また、成田エクスプレスは高尾駅に乗り入れる1.550.52号が停車する。なお、2012年3月17日実施のダイヤ改正から、スーパーアズサは最速立列車の上り14号、下り19号を除き、全列車が当駅に停車。2019年3月ダイヤ改正から、 当駅通過の特急、あずさは下り11号上り12号に変更され、旧来の上り14号下り19号は当駅に停車する形となった。また同日運転開始した富士海流も臨時列車を含めて全列車停車である。南北自由通路を挟んで、東側の従来からのコンコースと西側の駅と立川に分かれている。東側は広いコンコースを持ち、 東改札とグランディオ改札につながっている。各ホームと連絡するエレベーターや上下エスカレーターも完備しているほか、売店などが立地する。西側はエキュート立川となっていて、飲食店などが出店し、西改札と南改札につながっている。7.8番線以外のホームとを連絡する上下エスカレーターも設置されている。 2007年9月30日に西改札口が共用を開始し、これまでの改札を東改札口とした。さらに、同年10月5日には、駅宇都立川のオープンと同時に、西側コンコースの南側に南改札口が共用を開始し、翌2008年4月からは、南改札口の正面から直接、多摩都市モノレール立川南駅方面のデッキに出られるようになった。 また、かつては、駅の西側に乗り換え専用個線橋があったが、駅都立川の中に移動している。なお、移転後、西改札口完成前の一時期は乗り換え、専用通路として使用された。駅都立川口工するが、当駅には多くの乗客が利用するにもかかわらず、以前は、改札口が2カ所しかなく、各ホームからコンコースへの階段も一組2本ずつのみだったために、 混雑がひどかった。このため、立川駅、ステーションルネッサンスとして、自由通路西側に、人工地盤を設置しての増床緑の窓口と旅行カウンターの機能を複合した、新ビュープラザ及び総合案内カウンターの開設、改札口、トイレ、階段、エスカレーターの増設、駅中商業施設、エキュート立川の開業、南北自由通路の改修などの大規模な、 駅舎改良工事を行った。駅キと開業に先立ち、2007年9月9日に新しいビュープラザを開設し、同月30日に西改札の供用開始と、発着番線の表示変更が行われ、同年10月5日には、駅キュ立川の第一期部分が開業し、同時に南改札口の供用を開始した。駅キ立川は、大宮駅、品川駅に続く、 最大規模の駅中商業施設で、場所は南北自由通路と乗り換え専用個線橋との間で各ホームを覆う形である。エキュートとしては初めて脱げ、駅中を目指し、乗降客に加えて近隣住民の利用を見込み、駅周辺まで証券を広げる脱、駅中戦略の試験ケースとするものである。そのため、同じエキュートという名前の施設が改札内、 改札外に立地している。開発面積は約11,500平方メートルで先に開業していた大宮、品川の2倍橋である。ホーム上の空間を利用して改札内及びそれと連絡する2階部分とその上の3階が主な店舗スペースとなっている。4階には通勤客の利便性を考慮して保育所やクリニックを設けている。 さらに2008年10月7日には、第2期部分の開業として、駅南口に面した複合ビルが完成し、1から4階に店舗が、4から12階に、JR 系列のホテルメッツ立川が開業した。その後、2009年2月11日には、東改札内に、エキュート立川のショッピングゾーンである、T、T イクッドが開業した。しかし、 上皇人員の増加が著しく南北自由通路の混雑が解消しないため安全性、利便性、回遊性の向上を目的として立川駅西側新自由通路が2016年8月4日に供用開始された。これは JR 東日本が事業主体となり立川市と国も費用負担して 駅西側に南北のペデストリアンデッキを結ぶ形で建設されたもので、新設された北改札が接続しているほか、商業施設や広場も設けられた。また、同日の新自由通路の共用をきっかけに、エキュート立川が、エキュート立川オッソと、エキュート立川、エキュート立川駅中ウエスト、エキュート立川駅中イーストの4つのエラへの分類がなされた。その後、 2019年5月10日には、日本郵便、JR 東日本、タリーズコーヒーが連携した JJT が、駅宇と立川の3階に開業した。主な駅弁は、下記の通り。近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通りである。駅周辺は、東京でも、有数の商業地、繁華街として発展しており、その規模は、多摩地域最大である。 北口を中心に百貨店、ファッションビル、専門店などが集積している。南口は飲食店を中心とした歓楽街になっている。立川駅は多摩地域における商業、交通の中心地として機能している。吉祥寺、町田、八王子と合わせて多摩地域の四大商業地であり、北、多摩、西多摩地区の拠点である。 駅の北側には大規模な立川飛行場が位置しており、現在は変換され、跡地の一部は立川広域防災基地、昭和記念公園、ファーレ立川などの大規模な公共施設、商業施設に再開発された。北口ペデストリアンデッキの中央部を釣っている、構造物伊勢丹立川天北口を出ると、駅前広場である。駅前広場を覆うように、ペデストリアンデッキがあり、 伊勢丹などの百貨店に直結するとともに、玉都市モノレールの立川北駅やファーレ、立川方面へも通じている。また、駅前広場の地上部分はバスターミナルである。モノレールの開通や北口の再開発が始まってから、利用者が増えたため、休日になると、構内のデッキにつながる通路は、混雑を呈する。駅周辺は、中、高層のビル街。南口、 グランデュオ立川南口も、北口と同様に、各ビルとペデストリアンデッキで結ばれている。1990年代の駅前は、東部ストアマインの商業ビル以外は目立ったビルなどなく、反対側の北口と比べて開発が遅れていたものの、2000年代以降には、玉のレール開通や、新しいビルなどもオープンして、賑わっている。2008年4月に、エキと立川と、 南口デッキが直結した。ウィンズや各種公共施設の多い南東方面には飲食店を中心に商店が多い。北口に停車中の立川バス北口、南口から立川バス、西部バス、京王バスによって市内や近隣の市町へ多数のバス路線が運行されている。各駅までを結ぶ路線のほか、住宅地域や団地、郊外の各種拠点までの輸送になっている。 多摩都市モノレールの開通による利用者の流出や路線の開廃、道路の拡幅、改良、自動車仕様の傾向変化に伴って周辺道路の渋滞が少なくなったことにより運行の定時性は向上している。ペデストリアンデッキ下のバスターミナルへの集約が進んだため以前に比較して運転時などでもスムーズな乗り換えが可能になった。特に南口乗り場は従来は 駅から離れた場所に設置されていたが、自由通路出入り口の直前に、面積も広げて新設されたため、利便性が向上している。北口の14から16番乗り場は、以前と変わらず駅前通りの歩道上に設置されている。また、北口からは、羽田空港や成田空港への空港連絡バスや、上田、小諸方面への高速バス、京都、大阪、神戸、 鳥ば方面への夜行高速バスも運行されている。立川バスは、多摩都市モノレールが開業するまでは、柿以外にも伏佐駅、南外、国学院大学、北の、そして短距離路線であった東緑川などへの路線が存在していたが、いずれも多摩都市モノレール全線開通までに廃止された。また、モノレールと路線が重複している西部廃りません。 玉川上水駅北への路線は、開業時に整理、減便され、伊木墓ボ業は、系統自体が短縮された。村山団地を結ぶバスも朝夕の便のみ、立川直通となっており、昼は玉川上水で分断された。武蔵村山市や、水戸町方面への路線もかつて、砂川7番経由だったが、米軍立川基地跡地の再開発に伴い、 国立病院や立川警察署を経由し、中央南北線を走行するルートに変更されている。灰島、水保両営業所廃止と不作営業所開設に伴うダイヤ改正に伴い、立川駅発着の路線では、灰島走車上行きの一部は、牛浜駅入口まで延伸されているほか、村山団地線の立川玉川上水駅間の昼間、廃止。 玉川上水駅分断と玉川上水経由、イオンモール行きの解説、砂川3番経由イオンモール行きの増発等が行われた。西武バスは2020年現在、久米川駅業、東村山駅、西口港、イオンモール用など多数の路線が運行されている。以前、西武球場前、経由ところ沢駅業が定期運行され、その後、 西武球場前後に短縮されて野球開催時の運転となっていた。これも短縮の上、玉都市モノレールの上北大駅発着に変更されていたが2014年西武プリンスドーム発の便が立川駅北口に乗り入れるようになり2015年7月には立川駅北口発西武プリンスドーム行きが立川バスとの共同運行と玉川。 上水駅乗り入れの上復活した。立川バスともども、立川駅から、所沢市乗り入れの復活である。また、2011年11月19日からは、土日曜、休日のみだが、三井アウトレットパーク入間への直行バスを、立川バスとの共同運行の上運行を開始し、立川バスともども、立川駅から、埼玉県入間市への乗り入れを開始した。京王バスは、 率6 5ー6 6が運行されている。2018年までは立65高畑、不動駅業のみが通常中型車で運行されていた。廃止まで率73として乗り入れていた日野駅へは、高畑不動駅行きが率64から率65へ、改変した際に、市民センターフれ合いホール経由で乗り入れている。かつては、日野橋付近の渋滞に巻き込まれることが多かったが、 日野バイパスの完成により、定時性は高くなっている。2018年以降は、ほとんどが率66の日野駅行きに変更され、率65高畑不動駅行きは、夜間一本のみとなった。直両系統は2019年の台風19号の影響で日野橋が通行止めのため、立川駅に乗り入れができず、同年10月より2020年5月まで、 日野橋以北区間で運休となっていた。かつて、府中駅へ行く率62、甲州街道経由で、日野駅へ行く率73があったが廃止された。都営バスは、1985年まで、八王子駅、北口港が運行されていたが、慢性的な交通渋滞などによって路線は廃止、管轄の八王子支所も閉所された。廃止後は、京王バスの率73、 日後0系統が運行されている。立73は2015年3月29日をもって廃止された。2010年5月14日からは、大目線終電後の帰宅に対応するため、西東京バスにより、川辺駅、北口港、深夜後帰宅バスが運行されている。西東京バス営業エリア外の拝島駅以東は、無停車である。なお、立70、 立71系統は立川バスと西武バスの共同運行となっている。北口のルミネ東側に立川バス、西武バスの案内所が設置されている。駐車区出店報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。